ちろん。だけど憲法を改正しなくても憲法上は集団的自衛権の行使はマックスできるはずだ。論理的には私はそうだと思ってるんです。だけどじゃあ集団的自衛権に名を借りて何でもやっていいか、そんなことになるわけはないんで、それは安全保障基本法というもので、例えばアメリカのベトナム戦争なんて集団的自衛権の説明なんかできないですよ。ソビエトのチェコスロバキア侵攻だってそれは無理ですよ。こんな場合はダメですよってのはきちんと憲法ではなくて安全保障基本法にちゃんと書けばいいことなんです。少なくとも論理的にはそうです。だけど今の我々の政権が憲法上これ以上できないっていうふうに言っているので、ここから先の道筋は相当に難しいと思いますけど、ね、これは実際にですね、憲法を先に変えるべきっていうのが筋論なんだけれども、その筋論が現実に成り立たない中で、実はトランプ政権が登場する直前に安保法制を通したと。でその当時はですよ、国論は安保法制は危険気もあまりなくて、こんな時にやる必要はないと、つまり憲法違反っていうのはみんなそう思ってたんですけど、必要がないっていうのがその、まあ、反対派のロジックだったわけです。ところが新聞も半分ぐらいやつ、そうなんですが、トランプさんが出てきて予備選そして本選を戦って、あれよあれよという間に当選までしてしまった中では、これは安保法制に反対してた人の負けっぷりっていうのもまた明らかになったっていうのが、こう2017年の、まあそう、まあ、最初 の, 方の時点での総括だと思うんですよね、うん、でそれは正面から引き続き覆していこうという、そういう伝統、うん、まあ、反同盟っていうんですかね、うん、そういう覚悟を持ちだと。それはその通りです、うんうん、ですからもうね、あの時反対反対って言ってた人たちは、うん、そうであれば個別的自衛権もダメなんですねってことをきちんとつかなきゃいけなかった、うん、我々としてね、うん、もう一つはじゃあ反対と言ってる方々、民進党さんとか、じゃあ政権を取ったらば国連総会で国連憲章から集団的自衛権条項削除しますと言わなきゃ筋は通んないですよ、うん、本当にそんな気がないにもかかわらずわーっと言って、それに乗った世論っていうのはやっぱりまずかったと思う。石破さん、はい、さっきの朝日新聞の世論調査で、はい、実は憲法学者の7割近くが自衛隊も憲法嫌だって言った、うんうんうん、私たちもそう教わりましたそう教わりました。ごく一部ですもん、そうじゃないって言ってる人は。私も自衛隊憲法違反だと思ってるんですが、やはり自衛隊というものを持つ以上は、一部の人に民主主義下でですね、民主的な正当な意思を押し付けるというのが、もう軍隊をプロとして持っておく必然なんですよ。じゃあ一部の人に押し付ける、じゃあ南スーダンなら南スーダン行ってくださいというならば、それ相当の処遇をする必要があると思うんですが、どうも自民党というのは歴史的に見てですね、自衛隊に対して本来保守がやるべき手当てっていうのをしてこなかったんじゃないかというところがあります、はいはい、一番嫌いのはね、はい、自民党ができて6年以上経つで、自由民主党ができた時の、ね、不大文句は憲法改正だった。6年以上も憲法改正しなかった何なんですか。いや、それは今三浦さんおっしゃるようにね、国民の中でそういう機運が醸成されてない。それはロジカルには分かる、分かる人には。だけど今それしないと日本はどうなっちゃうのってのはイメージしにくいわけで、それよりは経済だと、ね、それよりはデフレ脱却だという話の方がもちろん受けるわけですよ。だって選挙の時の関心事項上から並べたら憲法改正なんて下から数えたら何倍ですよ。安倍さんそう言ってんじゃない。何が今も安倍さんはそう言っていや、ですからその分かりません、総理のお考えは私はみんな承知してるわけじゃないから。ですけどなぜどこを改正しなければいけないかってことはいつかは訴えなきゃいけないことなんです。その環境をどう作っていくかっていうのが我々の仕事です。これコマーシャル、コマーシャル終わってからいっぱい期待、はい、実はこの選択雑誌がありまして、今日これ持ってきたのはこのドイツでね、今そのどうもトランプ大統領になって米軍が NATO から撤退するんじゃないかと。撤退、もし撤退したらどうしようかと。で撤退した場合はドイツはやっぱ抑止力として核兵器を持つべきだという議論がシュピーゲルとかあるいはドイツの下院議員からも起きてる。でその時にドイツの連中が今すぐに核兵器を持てるのはやっぱりドイツと日本だと、うん、
いう話が出てる、うん、この辺の石破さん、まずねトランプになって米軍が日本から撤退する可能性はどう見てますか。それは損得から考えれば決して得じゃないんで、アメリカにとって撤退はしません、しませんですけども、撤退しないでやるからもっと金出せって言われた時に家出しません、その後どうするかですよ。それは考えておいた方がいいですね。現にトランプは NATO の国で、ね、GDP2% 以上、うん、国防費を使って 4つしかないと不満なんだと、うん、もっと防衛費使えと、うん、で実は日本も防衛費は 1%、うん、だ日本にもっと防衛予算たくさん出せと言ってくる可能性はね、うん、それはその平和とか繁栄とかいうものは戦争するって意味じゃないけれど、軍事力の裏付けがあって初めて平和と繁栄はあるものだということはヨーロッパの常識なわけですよ。だからイギリスはね今 1.96% ぐらいだと思います。これ多分 2% 以上に引き上げます。だから EU は離脱しても絶対 NATO から離脱しない、ね、それはイギリスは自由も平和も繁栄もきちんとしたリスクの負担あってのことだっていう当たり前の話があるからですよ。日本の周りの安全保障環境がイギリスよりもいいとは私は全く思わないんで、ね、でそうするとアメリカがいるからいいじゃないって話になるんだけど、トランプがもっと金払えと言った時家払いません、そしたらもう喧嘩別れですよね。そうじゃなくて金は払いません、なぜならばしかしこれから先日本は日本国のためにこれをやります、これをやりますと中身を詰めなきゃいけない、うん、中身ってのはいやですから例えば尖閣を守るために例えば弾道弾みたいなもの非常に短距離ですよ、それを大陸間弾道弾みたいに中距離弾道弾みたいに撃つとそんなことは全く言いません。そういうものをきちんとコントロールだけの文民統制があればそれは効果的な防衛法だと私は今でも思ってます。あるいは尖閣を守るための法制の整備もきちんと必要だと思っています。そういうようなものが日本の努力としてできることいっぱいあるのであって金は払いません以上ではなくてその他日本は何をやるのってことを今きちんと詰めるってことが政府に要求されていることだと私は思います。国防費の見直しであるとか適正化っていうものをしながら、しかし新技術であるとか本当に役に立つものにお金を使おうという考え方は本当に筋がいい考えだと思うんですが、アメリカからさらに無理筋のことを言われた場合、例えばアメリカは中国に対して日本を守ってあげています、核抑止で核の傘を提供しています、ところが中国に向けての核ミサイルを維持するにはコストがかかりました。核弾頭って老朽化するとその変えなければいけないわけですね。でその更新費用がすごくかかるのでつきましては出してくださいというふうに言われた時にどうするのかっていうのがあって、でこれはドイツは核共有をしているし韓国は韓国でアメリカと核共有したがってオバマ政権にノーと言われてしかもリークまでされていると、でこれ日本はどうしていくんだろうかっていうことなんですよね。あくまでも非核三原則の国で行くのか、それともやはり置いてほしいというところで、うん、かつ共有までを目指すのかっていうのはどうでしょうか。持ち込ませずってところは、うん、やはり私は議論の余地があると思っています、うん、持たず作らずってのは持つ能力は維持してるけれども日本が持っちゃったらば NPT 体制って間違いなく崩壊するので、うん、それは損得で見ると決していいことじゃないと私は思っているのですね。持つ技術は保有をします、ですけど持つという選択はしない。では持ち込ませずっていうことが本当にこれだけスピードが速くなってきた時代に、あるいは北朝鮮が潜水艦から核が撃てるようになると全く状況は変わるはずなのでね、その時に持ち込ませずという原則をどうするかっていうのは話をする価値が私はあるんだと思っています。ですから私が防衛庁長官でいた時にコンドリーサライスと核の共有とまでは言わないが、はい、ドイツがやってるような、うん、あるいは NATO の非核保有国がやってるような常にアメリカとどういう時に核を使いどういう時に使わないかって議論はちゃんとしたいっ
って私申し上げたんですね。ちょっと裏に行きたい、うん、ドイツはどうやってんですか。問題ドイツは常にドイツだけじゃないですが、閣僚級もあるいはこう事務レベルにおいてもどういう時に使ってどういう時に使わないかということは常に認識を共有してます。そのディスカッションをしてるから。アメリカと、はい、それは WTO システムってどこまで実効性があるか分かんないけれども、実際使うにおいてドイツ政府の意向は全く入らなかった、そんなことあります。日本はないですね、全く。それは聞いたこともない。自主性もないし、まあ、もしくは密約の話も報道される通り、特に初期においては全く選択肢が日本にない状況である中で米軍が好きにやっていたと。でこれから自主性を高めていく上で、そのじゃあ核弾頭の更新費を無理やり払わされるだけでは世論が持たないので、はい、日本にかなりの意思決定権、もしくはその自分たちの管理する権利であるとかっていうのを持とうという権利が、ドイツと同じような、はい、権限を日本持ちたいと。それはそうでないと、うん、核の傘って本当にさせるのと、うん、破れてないのってことも分かんなくて、傘があるから大丈夫よ、よかったよかった、うん、っていうのはあんまり国民に対して誠実だと私は。なんで安倍内閣はそれ要求しないんですか。いやそれはしてんじゃないですか。わかりません。外交は内閣の専権事項だから我々一般議員の預かりしているところではね。でも要はそれは日本が核を使うか使わないかの議論に踏み込んでいくってことですよね。日本もそこに口を出せる参加するだけってことですよね。それは日本防衛のために使うか使わないかですでも日本防衛のために核を使うという決断を日本という国がする未来があるかもしれない ですから使うという決断をするかもしれないということが核抑止力の意味なんですよ。絶対に使わないって言ったらこんなものは全く何の意味もないことであってね、私は使うべきだとも言っていない。使わないような環境は外交努力によって作らなければならない。しかし全く使わないって言っちゃったらばもう核の傘ってのは意味がないじゃないですか。石破さん言ってるのは、核を使うかどうかはアメリカが 100% 権限持っていて日本には全く権限がないと。だから例えば韓国がその朝鮮半島の核危機の時にアメリカが自分の頭越しに北朝鮮に対して何らかの軍事攻撃をするかもしれないって不安を抱えてたわけで、それと同じようなことが日本にだって生じうるんだと。 であるからには自主性を高めようという考えだと思うんですが、ここら辺はなかなか日本の国民が理解できないところで、どういうふうに今の現政権に比べるとこういうメッセージで打ち出していけば理解されるのかっていうのはこう比較したときにどういった改善方向があり得るんだろうか。それは地道にご説明する以外にないんですね、うん、なんかとんでもない危機が間近に迫ればあるいは現実化すれば日本人は目覚めるんだって人がいるんですけど、目覚めてとんでもない方向に行くか目覚めないで腰が抜けるか、うん、どっちかになる可能性も非常に高いわけですよ、うん。だから地道なようで無縁なようだけれども、核の傘って何ですか、うん、本当にそれは破れてませんか、ちゃんとさせますか、うん、あるいはミサイル防衛ってどれぐらいの実効性がありますか。国民がミサイル撃たれてから落ちるまで7分もあるわけですからね、うん、7分もあったら相当の人が避難できますよ、うん、だけどその訓練ってやったことないんだ、うん、そういうことをきちんとやらないとこの国の独立も平和も繁栄もありませんよってことを、うるさいな来たくないよって言われてもそこは地道にやるのが政治の仕事でしょ。で困難な時代に入っていくわけじゃないですか。いろんなものが見える化されてしまい、トランプ大統領の存在によって見える化されていく中で、そのじゃあ次のリーダーシップを石破さんは目指されるわけですか。もちろん目指す。次の総裁選には出馬されるんですか。ですから、はい、それはもう総裁総理などというものはですね、手段であって目的ではない、うん、だから日本の安全保障環境が本当に良くなって日本人が本当に経済の好循環というものが生まれて、それはみんなで今作ってる安倍政権なんだから、それがいい効果を上げるとするならばそれはそれでいいんですよ。だけど未来永劫続く政権って絶対ありえないんで、次誰がどうしますかってことを考えるのも我々自民党は国民に対して果たすべき責任なんです。どっちも自民党が国民に対して果たす責任なんです。国民に覚悟すべきことを覚悟させないと。でそこで手を挙げて自分だったらこういうふうに説明しますってことを次にやっていかない。少なくともそれにならんとする人はそれを持ってなきゃいかんでしょう。なるほど。
このままじゃダメだと思った時には石破さんが手を挙げることはあり得る。だから誰かがやるわけいかんです。いつかはあげますよね。あげますよ。戦ってあれよあれよという間に当選までしてしまった中ではこれは安保法制に反対してた人の負けっぷりっていうのもまた明らかになったっていうのがこう2017年の、最初 の時点での総括だと思うんですよね、うん、でそれはあの正面から引き続き覆していこうというそういう伝統、反同盟っていうんですかね、そういう覚悟をお持ちだと。それはその通りです、ですからもうねあの時反対反対って言ってた人たちは、そうであれば個別的自衛権もダメなんですねってことをきちんとつかなきゃいけなかった、我々としてね、もう一つはじゃあ反対と言ってる方々民進党さんとかじゃあ政権を取ったらば国連総会で国連憲章から集団的自衛権条項削除しますと言わなきゃ筋は通んないですよ、本当にそんな気がないにもかかわらずわーっと言って、それに乗った世論っていうのはやっぱりまずかったと思う。石破さん、さっきの朝日新聞の世論調査で、実は憲法学者の7割近くが自衛隊も憲法違反だって言った、私たちもそう教わりましたそう教わりました。ごく一部ですもん、そうじゃないって言ってる人は。私も自衛隊憲法違反だと思ってるんですが、やはり自衛隊というものを持つ以上は一部の人に民主主義下でですね、民主的な正当な意思を押し付けるというのがこの軍隊をプロとして持っておく必然なんですよ。じゃあ一部の人に押し付ける、じゃあ南スーダンなら南スーダン行ってくださいというならば、それ相当の処遇をする必要があると思うんですが、どうも自民党というのは歴史的に見てですね、あの自衛隊に対して本来保守がやるべき手当てっていうのをしてこなかったんじゃないかというところがあります。一番嫌いのはね、自民党ができて6年以上経つで自由民主党できた時の、不大文句は憲法改正だった。6年以上も憲法改正しなかったのは何なんですか。いやそれは今三浦さんおっしゃるようにね、国民の中でそういう機運が醸成されてない。それはロジカルには分かる人には。だけど今それしないと日本はどうなっちゃうのってのがイメージしにくいわけで、それよりは経済だと、それよりはデフレ脱却だという話のもちろん受けるわけですよ。だって選挙の時の関心事項上から並べたら憲法改正なんて下から数えたら何番目ですよ。安倍さんそう言ってんじゃない。何が今も安倍さんはそう言っていや、ですからその分かりません、総理のお考えは私はみんな承知してるわけじゃないから。ですけどなぜどこを改正しなければいけないかってことはいつかは訴えなきゃいけないことなんです。その環境をどう作っていくかっていうのが我々の仕事です。これコマーショー終わってからいっぱい来たんや。実はこの選択雑誌がありまして、今日これ持ってきたのは、この要はそれは日本が核を使うか使わないかの議論に踏み込んでいくってことですよね。日本もそこに口を出せる参加するだけってことですよね。それは日本防衛のために使うか使わないかですね、でも日本防衛のために核を使うという決断を日本という国がする未来があるかもしれない ですから使うという決断をするかもしれないということが核抑止力の意味なんですよ。絶対に使わないって言ったらこんなものは全く何の意味もないことであってね、私は使うべきだとも言っていない。使わないような環境は外交努力によって作らなければならない。しかし全く使わないって言っちゃったらば、もう核の傘ってのは意味がないじゃないですか。石破さん言ってるのは、核を使うかどうかはアメリカが 100% 権限持っていて、日本には全く権限がないと。だから例えば韓国がその朝鮮半島の核危機の時にアメリカが自分の頭越しに北朝鮮に対して何らかの軍事攻撃をするかもしれないって不安を抱えてたわけで、それと同じようなことが日本にだって生じうるんだと。であるからには自主性を高めようという考えだと思うんですが、ここら辺はなかなか日本の国民が理解できないところで、どういうふうに今の現政権に比べると
こういうメッセージで打ち出していけば理解されるのかっていうのはこう比較したときにどういった改善方向があり得るんだろうか。それは地道にご説明する以外にないんですね、うん、なんかとんでもない危機が間近に迫ればあるいは現実化すれば日本人は目覚めるんだって人がいるんですけど、目覚めてとんでもない方向に行くか目覚めないで腰が抜けるか、どっちかになる可能性も非常に高いわけですよ。だから地道なようで無縁なようだけれども、核の傘って何ですか、本当にそれは破れてませんか、ちゃんとさせますか、あるいはミサイル防衛ってどれぐらいの実効性がありますか。国民がミサイル撃たれてから落ちるまで7分もあるわけですからね。7分もあったら相当の人が避難できますよ。だけどその訓練ってやったことないんだから、そういうことをきちんとやらないとこの国の独立も平和も繁栄もありませんよってことを、うるさいな来たくないよって言われてもそこは地道にやるのが政治の仕事でしょ。で、困難な時代に入っていくわけじゃないですか。いろんなものが見える化されてしまい、トランプ大統領の存在によって見える化されていく中で、そのじゃあ次のリーダーシップを石破さんは目指されるわけですか。もちろん目指す。え、次の総裁選には出馬されるんですか。いや、ですから、はい、それはもう総裁総理などというものはですね、手段であって目的ではない、うん、だから日本の安全保障環境が本当に良くなって、うん、日本人が本当に経済の好循環というものが生まれて、それはみんなで今作ってる安倍さん、私たちもそう教わりましたそう教わりました。ごく一部ですもん、そうじゃないって言ってる人は。まあ、私も自衛隊憲法違反だと思ってるんですが、やはり自衛隊というものを持つ以上は一部の人に民主主義下でですね、民主的な正当な意思を押し付けるというのがもう軍隊をプロとして持っておく必然なんですよ。じゃあ一部の人に押し付ける、じゃあ南スーダンなら南スーダン行ってくださいというならば、それは相当の処遇をする必要があると思うんですが、どうも自民党というのは歴史的に見てですね、自衛隊に対して本来保守がやるべき手当てっていうのをしてこなかったんじゃないかというところがあります。いや、一番嫌いのはね、はい、自民党ができて6年以上経つで、自由民主党ができた時のね、不大文句は憲法改正だった。6年以上も憲法改正しなかった何なんですか。いや、それは今三浦さんおっしゃるようにね、国民の中でそういう機運が醸成されてない、それはロジカルには分かる人には。だけど今それしないと日本はどうなっちゃうのってのがイメージしにくいわけで、それよりは経済だと、ね、それよりはデフレ脱却だという話のもちろん受けるわけですよ。だって選挙の時の関心事項上から並べたら憲法改正なんて下から数えたら何倍ですよ。安倍さんそう言っていいんじゃない。何が今も安倍さんはそう言っていい。ですから、その分かりません、総理のお考えは私はみんな承知してるわけじゃないから。ですけど、なぜどこを改正しなければいけないかってことはいつかは訴えなきゃいけないことなんです。その環境をどう作っていくかっていうのが我々の仕事です。これコマーシャル、コマーシャル終わってからいっぱい来たい。実はこの選択雑誌がありまして、今日これ持ってきたのはこのドイツでね、今そのどうもトランプ大統領になって米軍が NATO から撤退するんじゃないかと。撤退、もし撤退したらどうしようかと。で、撤退した場合にはドイツはやっぱ抑止力として核兵器を持つべきだという議論がシュピーゲルとか、あるいはドイツの下院議員会も起きてる。で、その時にドイツの連中が今すぐに核兵器を持てるのはやっぱりドイツと日本だと、うん、いう話が出てる、うん、この辺の石破さん、まずね、トランプになって米軍が日本から撤退する可能性はどう見てますか。それは損得から考えれば決して得じゃないんで、アメリカ撤退はしません、しません。ですけども、撤退しないでやるからもっと金出せって言われた時に、いいえ出しません、その後どうするかですよ。それは考えておいた方がいいですね。現にトランプは NATO の国で、ね、そうするとアメリカがいるからいいじゃないって話になるんだけど、トランプがもっと金払えと言った時、いえ払いません、そしたらもう喧嘩別れですよね。そうじゃなくて金は払いません、なぜならばしかしこれから先日本は日本国のためにこれをやります、
これをやりますと中身を詰めなきゃいけない、うん、中身っていうのはいやですから例えば尖閣を守るために例えば弾道弾みたいなもの非常に短距離ですよそれを大陸間弾道弾みたいに中距離弾道弾みたいに撃つとそんなことは全く言いませんそういうものをきちんとコントロールだけの文民統制があればそれは効果的な防衛法だと私は今でも思ってますあるいは尖閣を守るための法制の整備もきちんと必要だと思っていますそういうようなものが日本の努力としてできることはいっぱいあるのであって金は払いません以上ではなくてその他に日本は何をやるのってことを今きちんと詰めるってことが政府に要求されていることだと私は思います国防費の見直しであるとか適正化っていうものをしながらしかし新技術であるとか新技術であるとか本当に役に立つものにお金を使おうという考え方は本当に筋がいい考えだと思うんですがアメリカからさらに無理筋のことを言われた場合例えばアメリカは中国に対して日本を守ってあげています核抑止で核の傘を提供していますところが中国に向けての核ミサイルを維持するにはコストがかかりました核弾頭って老朽化するとその変えなければいけないわけですねでその更新費用がすごくかかるのでつきましては出してくださいというふうに言われた時にどうするのかっていうのがあってでこれはドイツは核共有をしているし韓国は韓国でアメリカと核共有したがってオバマ政権にノーと言われてしかもリークまでされているとでこれ日本はどうしていくんだろうかっていうことなんですよねあくまでも非核三原則の国で行くのかそれともやはり置いてほしいというところで、うん、かつ共有までを目指すのかっていうのはどうでしょうか、うん、持ち込ませずっていうところは、うん、やはり私は議論の余地があると思っています、うん、持たず作らずっていうのは持つ能力は維持してるけれども日本が持っちゃったらば NPT 体制って間違いなく崩壊するので、うん、それは損得で見ると決していいことじゃない私は思っているのですね持つ技術は保有をしますですけど持つという選択はしないでは持ち込ませずっていうことが本当にこれだけスピードが速くなってきた時代にあるいは北朝鮮が潜水艦から核が撃てるようになると全く状況は変わるはずなのでねその時に持ち込ませずという原則をどうするかっていうのは話をする価値が私はあるんだと思っていますですから私が防衛庁長官でいた時にコンドリーサ・ライスと核の共有とまでは言う